皆様おはようございます。札幌郷土探求チャンネルです。本日はですね、トンネン防風林に来ております。この防風林は大正時代に厳しい季節風から農作物を守るために植えられたものでありますということですね。防風林も開拓とともに拡張、現在は 8km の長さということですね。周辺は宅地化が進み、防風林は、憩いと安らぎの場へと変わってきているということですね。北区歴史と文化の88選、平成15年、北区役所で、制定されたようです。はい、防風林なんですけれども、ただただ防風林を防風林として見るっていうのは、このチャンネルらしくないような感じがして、実はトンデン防風林の中っていうのは、トンデン地区かつて米どころであった、その名残として用水路の跡があるんですね。ということで今回はこちらを見ていきたいと思います。ここですね、地面がくぼんでおります。ちょっと見るとわかるかなと思うんですけど、ちょっと離れてみますか。わかるかな。ちょうどこの木が倒れているところが地面がくぼんでいて、ちょっと道路を渡ってみたいと思います。こちらを見るとわかるかなと思うんですけれども、ここ地面がくぼんでますね。はい、これがおそらくトンデン用水の名残ではないかなと思われます。はい、トンデン用水ということですね。現在の創成川とかから新川からトンデン地区は水を引っ張って水田を行っていたんですね。その水の通り道ということですね。昔ながらのコンクリート護岸のない、いわゆる生き物が豊富に住めるような、その用水路っていうようなところで、その名残ではないかなと思います。トンデン用水実は2本通ってまして、こちらですね、ここも非常に地面がくぼんでおりまして、おそらくこれもじゃないかなと思います。でこっち側が新川から引っ張っていた用水で、先ほど見た、中ほどにあるのが、おそらく創成川から引っ張ってきた、用水路ではないかなと思います。はい、かつてはですね、このトンデン防風林、リスがいるなんて言って道路にはリス用の橋が架けられていたような時期もありましたが、現在はもう完全に取り外されてしまっておりますね。はい、でこういった遊歩道整備区間でもこの用水の跡っていうのは見ることができますし、最も顕著にやっぱり現れているのは琴に境町通り側、一番東の端の方かなと思われます。はい、おそらく、暴風林大正時代から植樹が始まったということですけれども、当時からある地形ではないかなと思います。大半が、大正時代に植えられた木ということで、かなり老朽化が進んでいるということですから、そういった残っている地形というものを見ることもできますし、かなりその大正時代、約100年ぐらい前の空気というものを感じられる場所ではないかなと思います。はい、こんな感じで本当に道路際っていう感じですね。かつて新琴仁と水利権をめぐって、争われた水ということですね。このようにして 1.5 メートルほどの地面のくぼみが連続しているということで、皆様もトンデン防風林の中、歩く機会がありましたら、こういったただただ防風林というものを感じるのではなく、かつてのそういった地形を見てみるっていうのもまた一つ面白いんじゃないでしょうか。トンデン地区が米どころだったっていう歴史っていうものを感じ取れる、数少ない遺構ではないかなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。